分かった気になれ。50歳になってから家を売り奄美大島に移住し、ひたすら絵を描いた人物が田中一村です。彼は奄美で亡くなるまでの19年間個展を開くことなく、また中央画壇からも認められることなく、独り身を通してひっそりと暮らし、描きたいものに囲まれて奄美の自然を自由に描いていきました。そんな彼が亡くなってから地元の人々によって見出された彼の作品は、遺作展が開かれることで彼の作品は世に知られることになります。2001年、島に田中一村記念美術館が完成しています。